こんばんは。こんばんは。劇団925です。2月の25、26との土日なんですけど、福北さんちの三兄弟4というお芝居をやります。こちらが出演していただく皆さんです。先行予約がですね、12月の10日から18日となっておりまして、特典としてこの皆さん方から何か素敵なものをプレゼントもらえるということですので、ぜひとも先行予約していただきたいと思います。長男の広志役をやらせていただきます、マジックラジオの福山俊郎です。よろしくお願いします。私はですね、先行予約特典といたしまして、前回も、CD いい歌が入った いい歌、まあ、3曲入りのオリジナル CD をもう皆さん、失笑で、今回もなんか CD に曲か、あるいは爆笑トークってこうハードル上がってますけども、まあどちらか、どちらもやる可能性あるかな、わかんないですけど、まあ、CD をですね、なんか入れて、作りまして、それをプレゼントしたいと思います。三男役の田渕則明。はい、田渕則明と申します。はい、僕の特典はですね、選べる特典です。一緒に服着丈で写真が撮れたり、プライベートのね、チェキを取ったやつをあげたり、ブックカバーをオリジナルで作ります。すごいよ。はい、それをぜひ皆さん力入って、はい、見られたくはない書物にかけてください。なんですが、あれ何か模様があったりもね、あれちょっと大人の事情じゃないですかね、感じなので、うん、私から説明しましょうかね。はい、関隆君が、プレゼントしてもらえるのは、僕ん家にある何か良さげなもの、何かみたいな。当たり前ではない。いや、カードは何やったんですか。結構いろんな。いいもんでしたよね。いいもの。いいもんでした。いろんな素敵なものを綺麗にパッケージして、なんかね、手紙を。素敵なものを持ってそうです。持ってきて、持ってそう。おしゃれなものをね、結構持って。今回のスペシャルゲストの上田、そうですよ、はい、一軒さんから。上田一軒です。僕はあんまり素敵なものを持ってない。なさそうでしょ。そんなことない。過去のなんか秘蔵映像的な。それ結構話題になってます。どんな映像がもらえるんだろう。ちょっと今何個かあるけど、どうしようかな。すごい。若い時のインディーズ映画の最初くらい映画の映像とか、もう VHS やったりするんですけど。再生できない人もいるかもしれないですね。それから現物あげるんですか。ダビングして。もう現物あげます。なくなるじゃないですか。自分と手元ぐらいあるので、なくなってもいいですけど。今何本とおっしゃる。2本。いや、もっと予約くると思う。そんなにいるんですか。めっちゃいます。めっちゃいますよ。一品さんなんか、その関君の素敵なものってそんなにいっぱいあるんですか。めっちゃなくなったんですよ。それでなくなったんです、家にあるものが。1個とかじゃないですか。わかりました。ちょっとかないです。でも映像系で、それか、まあ、トークの入った CD か。じゃあ最後に私なんですけれども、私からのプレゼントは、これも何回かやってるんですけど、物販コーナーでのお買い物券1000円分というのをやってます。ただお釣りが出ないので、コーナーにあるものの1000円未満のものを買っていただくか、1000円以上のものだったらその買い物券プラス現金と。で、お商品もらっていただくかになりますので。太っ腹ですね。うまいね。よく言われるんですけど、いやでも喜んでいただけるとね、ありがたい。2つとかも組み合わせもいいですか。いいか。パンフレット500円が2冊で、これ2冊ください。 OK。 すごいな。ぜひ私のプレゼントをもらっていただきたいと思います。じゃあありがとうございます。関君は間に合いませんでした。すいません、ね、残念です。ではよろしくお願いします。